はい、皆さんこんばんは。今日は、第32回、今日は秋の味覚を堪能しようということで、今日も楽しみです。農産物と魚のね、鮭の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 鮭ただまあレシピの説明から鮭のチーズ焼きはね、昔これ鮭のチーズ焼きか、レストランやってた時に、あ、これか、山で、ね、こっちだ、あ、これだね、鮭、そうそう、前山でレストランしてたから、キーコス、うん、そうそう、はい、私来た時7年前は民宿、そうそうそう、あの時はもう宿泊だけやったんだけど、この前はもっと向こうの方、カリンパに、分かります、ユースホステルカリンパに、あの平戸の方です、あ、もっとそこまで行くんで行かない、ずっと黄色い橋渡って、はい、ずっと向こうの方に、金剛線向かって、ずっと行ったんですよ、から平戸に道を通り過ぎて、あそこから300メーターぐらい行った時に、今右側にこうなんか60年前のポテトフライだって60年前、いろんな道の駅いろいろ時間があると言ってるんですけど、やっぱり道の駅によって全然値段違いますね。あ、なかなか美味しい、他の道の駅にセポダフェなくて、マッカリとかルストとか、この間東亜湖に行ったこれはイカサラダでしょうかね。すぐにぐらい帰ってきて、たくさん入ってます。普通に何も支障もなく、何もなかった予定通り帰って豚汁、はい、唐辛子、あ、この唐辛子につくのがいいんだよな。これ忘れられると唐辛子がね、やっぱり閉まらないんだよな、これ。ちょっと流行るだけでだいぶ違うんだよ。そうなんですよ。味しまらないでしょ。三度目の乾杯。やったでしょ。一個1円で売ってたの。はい、もう深さんです。これで全部揃ったのか。60年前。ただしゃ金だな。あ、じゃあ